オリビエーロ・カルロ・デ・ファブリティースは、イタリアの指揮者、ローマの生まれ。地元で、リチニオ・レフィーチェに音楽理論を学び、サンタチェ・チーリア国立アカデミアで、ジャコモ・セタッチョリに、対位法を学んだ。1920年に、地元の国立劇場で指揮者デビューを果たし、アドリアーノ劇場の指揮者となった。1934年には、ローマ歌劇場の芸術監督をトリオセラフィンと共に、 勤め、と九百四十三年までその人に当たったが、九百三十七年に、カラカラ浴場でトティナルモンテやベニアミーのジーリの歌う、ガイターノドニゼッティのランメルモールのルチアを指揮し、オペラ指揮者として高い評価を得るようになった。九百四十七年には、メトロポリタン歌劇場に登場して、アメリカデビューを飾り、九百六十三年には、エディンバラ音楽祭に出演して、 イギリスデビューを飾ったほか、来日して、ジャコモプッチーニの、西部の娘を初演するなど、国際的に活躍した。ローマにて没。デフォブリティアス。2019年2月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年9月3日閲覧。アーカイブ2019年9月2日、ウェイバックマシン、オリビエロデファブリティースディスクックスハット、オリビロデフォブリティアス。 2019年9月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年9月3日閲覧。ローマ S ペムディケリッキャラ A ワールドヘリテッジサイトウェアオペラバレースコンセルトプロモートピーススルーザパワーオブアート2019年9月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年9月3日閲覧。ありがとうございます